最後にマテリアル設定を行っていきたいと思います。こちらの、ネットワーク、ノードではこの各工程の中のノード群について、まず説明をしていきたいと思います。これらのノードはレンダリングのためのセットアップになっています。フリップメッシュの場合は、オブジェクトノードでメッシュのデータを読み込んできまして、メッシュを読み込んできて、こちらのアトリビュートポップではメッシュのカラーのテストを行っています。これがそのままレンダリング時のサーフェスに割り当てられるわけではないのですが、この中で組んであるポップノードにつきましては、後ほどウォーターシェーダーの方で、同じ構成でそのまま活用をしています。で、そしてネームというノードを使って、このメッシュに対して名前を付けています。フリップメッシュと名前を付けていますが、これはですね、後ほどカルマレンダリングを行う際にですね、ステージという階層に読み込んで、シーンを作成しています。で、その時にですね、もともとこのサーフェスが持っているプリミティブアトリビュートのネームアトリビュートに従って、メッシュが分かれてしまいます。メッシュが分かれて読み込んでしまうため、ネームアトリビュートをフリップメッシュとして上書きをするという設定を行っています。もともとアトリビュートとして設定されているネームアトリビュートを参照して、後ほどステージ上で読み込むとですね、今スプリットノートを使用して、ベロシティというネームが設定されているサーフェスと設定されているメッシュを分けた状態になります。こちらがベロシティサーフェス。こちらがサーフェスという名前、ネームの、サーフェスになります。で、このような形で、よくわからないところで切れてしまっているので、これを防ぐために、ネームアトリビュートで両方2つ、この分かれてしまっているメッシュ、すべてを同じ名前に上書きすることで、分離して読み込まれるということを防ぐことができます。で、次にこの R White Water と White Water VDB を見ていきます。それぞれノードの中身はこのような形になっています。名前の通りですね、パーティクルを最終的なレンダリング結果として、出力するためのセッティングと、VDB ボリュームとして出力するための設定になります。で、オブジェクト両方ともですね、オブジェクトマージで、まずパーティクルを読み込んできます。ホワイトウォーターパーティクルを読み込んできて、不要なグループの削除を行います。で、次に、不要なグループの削除が終わりましたら、フリースケールの設定を行います。この時、パーティクルの場合は、フリースケールの設定だけで良いのですが、VDB ボリュームの場合は、デンシティアトリビュートもこの時に設定を行います。パーティクルの場合は、P スケールの設定を行って、そのままレンダリング。VDB ボリュームの場合は、パーティクルからボリュームに変換するために、ボリュームラスタライズアトリビュート、ソップノードを使用して VDB へ変換します。で、この VDB ボリュームは、そのままレンダリングをかけても良いのですが、グラディエントボリュームという名前のボリュームにコンバートをして、デンシティとマージをします。このグラディエントボリュームは、後ほどシェーディングの際に使用する形になります。で、そしてこのアトリビュートボップの中で行われていることなんですけども、どちらも同じような構成になっています。ポイントとしてレンダリングを行う方の、ホワイトウォーターの方は、アウトプットが P スケールのみなんですけども、こちらの VDB の方は、同時にデンシティというアトリビュートも作成しています。ただ基本的に構成は全く同じ状態になっています。で、ここで行っていることとしては、まずパーティクルを読み込んできまして、ポイントクラウドを使用して、アトリビュートを作成しています。この PC オープン
というノードを使用して、アトリビュートボップの第一入力から入力されているポイントクラウドを読み込んできています。で、その後にですね、PC ナムファウンドというノードを使用して、これは PC オープンポイントクラウドオープンボップノードとセットで使うことができるんですけども、この2つのノードを使用することで、まあ、あるポイントから周りにあるポイントを検索することができます。ポイントを検索できる最大個数をですね、定数としてここ60と書かれてるんですけども、まあ、60個検索できるように設定しています。で、そして、検索に使用した見つかった、パーティクルの数をですね、まあ、フィットを使って01の値にリマップをします。で、それぞれそのリマップされた値を p スケールとして使用する際の、値とデンシティとして使用する際の値にまたフィットし直して最終的に出力をするということを行っています。で、なぜ、まあ、このポイントクラウドを使用するかということなんですけども、まあ、ここでやりたいことというのは、この泡のパーティクルが密集しているところというのは p スケール、スケールの値が大きくて、この端に行くほどスケールの値が小さくなるように設定をしたいということです。まあ、自然な泡というのは密集しているところほどはっきり見えます。泡がまばらなところというのは、まあ、よく見ると泡が浮いてたりするんですけども、遠目から見た時にあまり目立つことはありません。その見た目を表現するためには、泡が密集している領域については、p スケールやデンシティの値を大きく保ち、こういったまばらな部分や端に行くほど p スケールの値を小さくする必要があります。でこの PC ファウンドというモードを使って、まずこのパーティクル1個から見たときに、一定の範囲内にどれぐらいのパーティクルが存在しているかということを検索します。範囲はこの PC オープンで指定することができまして、デフォルトでサーチラディウス、検索範囲は 0.1 になっています。この範囲内にあるポイントの数を検索するんですけども、そのマックス、検索できる最大数というのは PC オープンのマックスポイントから入力することができます。今ここコンスタントで60と設定しているので、最大60個まで検索できますということになります。各ポイントごとで検索できた、この最終的な PC ナムファウンドからの出力をジオメトリスプレッドシートで確認してみます。バインドエクスポートでファウンドとしまして、各ポイントごとで検索できたポイント数をこのファウンドというアトリビュートとして表示しています。0番のポイントから見たときに、周りには60個、もしくはそれ以上のポイントがあるということがわかります。1番のポイント番号1番のポイントから見たときは35個のポイントがあることがわかります。10番のポイントから見たときは周りに6個のポイントが検索範囲内にあることがわかります。この数値から何がわかるかと言いますと、この60個のポイントが周りに存在しているポイントというのは、この密集しているポイントクラウドの中にいる可能性が高い。そして、この例えば10番のように、最大検索数が60なのに、6個しかポイントが見つからなかったという場合は、こういった外れの位置にポイントが存在している可能性が高いです。なので、このファウンドという値が60だったポイントに対しては、大きめの p スケールを設定し、ファウンドの値が小さかったポイントに関しては、p スケールを小さめに設定してあげれば、より自然な見た目になると考えられます。この、ファウンドというアトリビュート、ここでは仮で設定をしていますが、この値をフィットに接続しまして、01の値にマッピングをしています。ソースミン、
検索数が、近くにポイントがあったパーティクルが、ファウンドの値がですね、0の場合、0から、今、コンスタントから直接ソース、マックスに接続されているので、0から60までの値を0から1にリマップをします。ビットします。ただ、p スケールとして使用するには、0、1という値はあまりにも大きいので、そのままスフィアとしてレンダリングされる可能性があります。なので、もう少し小さめの値に設定をします。0、1の値をさらに小さく、最小値が 0.001、最大値が 0.003 になるようにここでは設定をしています。こうすることで、この外れにあるパーティクルの p スケールは 0.001、そして密集しているポイントの p スケールは 0.003 に近くなります。そうすることで、外れにあるポイントのスケールは小さく、密集しているポイントのスケールは大きくなり、より自然な泡の見た目に近づきます。これと同じことをデンシティアトリビュート、このボリュームホワイトウォーターを作るときにも適用しています。で、そして、こちらのボリュームの場合、これも先ほどとの P スケールと同じような設定を行っているので、泡が濃いところは濃く表示されていて、泡がまばらなところは薄く表示されています。ただ、このままシェーディング、レンダリングをしてもいいんですけども、シェーディングするときにもう少し、グラデーション、かけたいという場合はですね、このデンシティアトリビュートをこのボリュームラスタライズアトリビュートで VDB ボリュームにコンバートした後に、その VDB ボリュームに対して、このようなボリュームで、元のボリューム名がデンシティで、このボリューム、このデンシティボリュームを使用して、グラディエントというボリュームを作ります。これを最後統合して、レンダリングに持っていきます。この P スケールの設定、P スケールの設定につきましては、スプラッシュも同じです。同じ要領で設定を行っています。次にマテリアルの設定です。基本的にポイントとしてレンダリングするジオメトリに関しては、プリンシパルとシェーダーを使用して、不透明度を調整して割り当てています。ホワイトウォーターパーティクルとスプラッシュパーティクル。でそして、このマテリアルビルダーでウォーターと、ホワイトウォーターボリュームというノードが作成されています。このプリンシパルドシェーダーと、このホワイトウォーターボリューム。これはユニフォームボリューム、ボリュームシェーダーというノードがマテリアルパレットから作成できます。マテリアルパレットのフィルターの中でユニフォームボリュームと検索すると出てきます。これをそのまま使用しています。で、もう一つ、ウォーターに関しては、オーシャンサーフェスシェーダーを活用しています。こちらに関しては、ウォーターに関しては、オーシャンサーフェスシェーダーをまず作成して、その中身を改変する形で調整を行っています。で、行っていることとしましては、先ほどメッシュの、カラーの設定で行っていたような調整を行っています。具体的には、渦速度や曲率からグラデーションが適用されるように設定を行っています。で、ネットワークなんですけども、まずインプット、読み込んでくる情報として、ベロシティ、ボルティシティ、そしてカーバチャの値を読み込んできています。これらを加算して01の値に変換をします。この01に変換する理由としては、カラーランプで制御できるようにするためです。カラーランプでディフューズカラーを設定しています。メインのクラシックシェーダーコア、ここで、ディフューズインテンシティとリフラクションオパシティを設定しています。このクラシックシェーダーコア以降というのは、オーシャンサーフェスシェーダーと同じ構成になっています。オーシャンサーフェスシェーダーで使用されていたノードをそのまま
活用をしています。今回洪水の表現なので、まあ、ディフューズカラーはこう茶色くなるように。で、また曲率や、渦速度が速い部分に関しては少し白みがかった色になるような、設定を行っています。ベロシティ、ボルティシティ、カーバチャーに関してはそれぞれ最小値、最大値で、まあ、レンジを設定できるようにしています。マテリアルの設定ができましたら、次にレンダリングの段階に進んでいきます。最終的にレンダリングは今回ステージの階層で行いました。ソラリスという機能を使用して今回レンダリングを行っています。ソラリスの解説に関しましては他の解説動画に移りたいと思います。弊社の動画でもですね、ソラリスに関して解説している動画がありますので、そちらをご参照いただければと思います。で、全体のネットワークとしましては、大まかにですが、このようになっています。まず、背景と、各フリップメッシュ、ホワイトウォーターパーティクル、スプラッシュパーティクル、ホワイトウォーターボリュームといった各要素を読み込んでくる必要がありますので、それらを一つのシーンに統合していきます。で、各要素を読み込んだ後にカメラの設定、マテリアルの設定、環境光の設定、で、そして水だけレンダリングする流れと、水だけレンダリングするセッティングと、背景と影のみセッティング、レンダリングする設定を行っています。で、レンダリングの際もですね、一連、ボタンワンクリックでレンダリングできるようにトップネットワークを使用して、トップネットワークと、こういったバージョン管理のですね、ノードを使用して管理できるように、バージョン管理用のノードを使用して、レンダリングが行えるように設定をしています。で、まずシーンの読み込みなんですけども、まずシーンのベースを作ります。で、そしてソップインポートを使用して、先ほど、オブジェクト階層に、ソップレベルにあるノードをですね、そのまま読み込んできています。これはですね、元のオブジェクトレベルにありました、こちらのオブジェクト4プロジェクション、元の画像を投影している、ポリゴンオブジェクト、こちらを読み込んできています。で、この状態だとまだ何もついてない状態、何も適用されてない状態なので、ここでマテリアルを読み込んできています。そして、シーンの下にですね、バックグラウンドとして設定をしています。背景の設定は以上になります。で、次に、フリップメッシュとホワイトウォーターパーティクル、水しぶき、スプラッシュですね。あと、ホワイトウォーター VDB、ボリュームを読み込んでいきます。で、セッティングに関しては、このステージ上ではですね、ソップインポートを使用して、まずメッシュを読み込んで、ソップ上の各要素を読み込んでいきます。で、そして、レンダリング、ジオメトリーセッティングスというノードを使用して、レンダリングした時のためにですね、ベロシティブラー、を適用します。これはすべてのジオメトリに対して行っています。ホワイトウォーターボリュームだけ、ボリュームデータとしてレンダリングする必要があるので、ユニフォームボリュームにチェックを入れます。で、これをまたシーンに統合をします。で、ここではシーンに合わせるときはですね、グラフとステージ、ロップノードを使用しています。そうすることで一つのシーンの下にバックグラウンドとフルイドが追加されました。フルイドの下にフリップメッシュ、スプラッシュ、ホワイトウォーターが、連なっている形になります。で、次にカメラを読み込んでいきます。カメラは、オブジェクトレベルで用意されていたカメラを読み込んできます。シーンインポートロップノードを使用して、
読み込んでくるカメラを指定することができます。ここではカメラ、2つカメラがあるんですけど、カメラ2というの、カメラの2番を最終的なレンダリングとして使用している、レンダリング時に使用しているので、それを読み込んでいきます。フォースオブジェクトパラメーターでカメラを選び、フィルターでカメラを選択します。そうすることで、こちらのソラリス上のカメラのセッティングからですね、カメラを選択することができるようになります。また、この水にですね、質感がついてない状態になっているので、ここでマテリアルライブラリというノードを使用して、マテリアルを割り当てます。このノードを使用して、先ほどマットで設定したこのマテリアルを選択して、こちらのマテリアルライブラリロップノード上で選択して、各要素ごとに割り当てを行っていきます。適用するジオメトリーをこのジオメトリーパスに選択をしまして、マテリアルボップを先ほどのこちらのマットから選択をしていきます。で次にドームライトを使用してライティングを行います。こちら背景をマットにして水だけレンダリングする設定を行っています。こちらもレンダージオメトリーセッティングスロップノードを使用してシェーディングのホールドマットホールドアウトモードをマットに切り替えることで、この水の部分だけレンダリングをかけることができます。で最終的にレンダリングのセッティングに関しては、最終的な、レンダリングのサンプル数であったり、レゾリューション、カメラの設定、出力するファイルのパスであったりっていうのは、こちらのカルマレンダーセッティングスで設定を行うことができます。で、ここで、もし、AOV として、各コンポーネントごとで、より細かく AOV の出力が必要であれば、こちらで設定をすることができます。最終的な画像の書き出しは、この USD レンダーロップノードで行っています。こちらの背景に関しましても、同じように、この水だけを影にして、レンダージオメトリーセッティングスで、このシーンのフルイドに関して、フルイドプリミティブに関して、レンダービジビリティを、レンダービジビリティをファントムに切り替えています。そうすることで、オブジェクトはレンダリングされませんが、影だけ落ちるという設定を行うことができます。で、これをまたカルマレンダーセッティングスノートで設定を行います。カメラの設定と出力画像の出力先のディレクトリとサンプル数とここで切り替えています。そして最後レンダリングをかけるときにですね、またトップネットワークの中で設定を行っていますが、まあ、今回は水の連番ファイルと背景の連番ファイルのみの出力で問題ないので、まあ、これだけになっています。で、ここでラブズカルマレンダーロップノードを使用しています。使用方法と しましては、ロップパスで先ほどの USD レンダーロップノードを指定しまして、こちらもファイルキャッシュノードと同じような形で、コンストラクティブというモードになってまして、ベースネームとベースフォルダーを指定して、バージョンを管理を行うことができます。ジオメトリーキャッシュと全く同じ取り方、全く同じ設定方法になります。バージョンに関しては、またヌルノードを用意して、ここにパラメータを作成して、このパラメータパスをですね、こちらのバージョンに入力をして、一括で管理、変更できるように設定をしています。最後に今回の計算結果になります。今回1台のマシンでローカルで回していました。フリップシミュレーションはパーティクルセパレーションを 0.03 に設定しています。今回450フレームのシミュレーションを行いましてレンダリングを行っています。それぞれ計算にかかった時間というのはこちらの表の通りになっています。
本日のセミナーは以上となります。